皆さんこんにちは、みきです。今日はですね、私がこの秋冬に向けて買ったものをご紹介していこうかなと思います。買ったものとしては洋服だったりとか、ボディケア用のクリーム、はい、あとは香り物が好きなので、またアロマとディフューザーもう何個持ってるんだっていう感じなんですけど、本当にまた今回もね、すごく可愛いもの見つけちゃったので、それも、ご紹介します。最近ね、友達からもらったものだったりとか、本当にね、すごくおすすめしたいものがたくさんあるのではい、それをギュッとまとめてご紹介していこうかなと思います。それでは早速見ていきましょう。どうぞ。はい、でまず一つ目紹介したいものはこちらです。これ私が今着ているこの洋服ですね。これがですね、ヌードヴィンテージっていう、私がすごく気に入っている古着ですね、ヴィンテージのショップがあるんですけれども、そこと、ジャーナルスタンダードがこの秋にちょっとコラボして作った、ブラウスになっています。はい、こんな感じ。結構ね、フリルがついていたりとか、すごくボリュームがあって可愛い、ブラウスになってます。この秋ね、すごくレトロでクラシカルなね、印象のブラウス流行ってると思うんですけれども、このハイネックのところだったりとか、ちょっと胸元のね、透けるところだったりとか、黒だけど重くなりすぎない、ちょっとクラシカルなイメージのブラウスだと思います。この袖もね、タポンってしてるのが私はすごい可愛くて気に入っています。めっちゃ可愛くないですか手を上げた時にこうタポンってする感じ、すごく好きなんです。でこのブラウスなんですが、実はね、これペロッとめくるとキャミソールと、あと短いブラウスが重なってできた、アイテムなんですね。なのでそれぞれをこう分解していくと、またこの1枚で着た時と違った別の着方ができるので、それもご紹介していきます。はい、でまずそのキャミソールを取ったバージョンですね。そうするとショート丈のブラウスになるんですね。はい、なのでハイウエスト系のズボンに合わせるとすごく可愛いと思います。はい、さっきの長い1枚で着るよりちょっとカジュアルにね、着こなせるんじゃないかなと思います。そして中のキャミソールですね。はい、上の袖の部分を全部脱ぐとこんな感じでキャミソールになっていて、このキャミソールの状態にするとタンクトップの上に着て夏着ることもできますし、タートルネックとかにね、合わせて着れば季節関係なくね、コーディネートできるものなので、キャミソールだけの感じも私はすごく気に入っています。ということで、何ウェイだ、3ウェイ、はい、3ウェイで着こなせる、ブラウスを1着買いましたまあ、すごくね、買ってよかったなと思いました。はい、で2着目の洋服はこちらです。これがですね、マカフィーで買った白い、まあ、ブラウスというかワンピースというかになっていますこの丈ってなんて言えばいいんだろうね。で、まあ、これもね、今年のトレンドというか、少しレトロでクラシカルな感じかなと思うんですけれども、はい、同じく少しハイネックになっていますっていうのと、まあ、全体がレースというか編み編みになってるので、インナーをね、タンクトップとかにすれば割とあったかい時期でも着ることができますし、中になんかシースルーのトップスとかを着れば、まあ、秋だったりとか、まあ、冬はコートを重ねたりっていう感じになると思うんですけれども、まあこれも真夏とね、まあ、冬以外は割と着やすいんじゃないかなと思う、はい、トップスになってます。これもですね、さっきと一緒で、袖の部分が私すごく好きで、めちゃめちゃ可愛いんですよめちゃめちゃ可愛いんです。これも買ってよかったなと思える、マカフィのトップスです。これに合わせてですね、ボトムスを1着買ってます。はい、それがこちらです。これもですね、白いトップスと一緒のマカフィで購入しました。はい、で私こうレースっぽい、中がこう透けるボトムスを1枚どうしてもずっと欲しくて、でもなんかね、こう気に入るのがないなって思ってたんですけれども、今年の秋に、マカフィで出会いましたはい、でこれですね、ちゃんと中にインナーにショートパンツくっついてるので、まあ、パンツ透けることなくね、本当に気にせず履けるので、すごくいいなと思いました。結構こういうパンツ、ソーレースで中にインナーがついてなくて、あ、なんかどうやって履こうみたいなものがね、あったりもしたんですけれども、
まあ、これはちゃんと最初からねインナーがついてるのですごくありがたいです。はい。で、まあ本当にねどんなトップスに合わせてもすごく可愛いんですこれは。はい、こんな感じでちょっとレース調のものとかとね合わせるとセットアップみたいになってすごく可愛いです。はい、私はこのちょっとセットアップっぽい感じで着ることが多いかな。うん、はい、これがマカフィーの、パンツです。はい、で、あともう一着、もう一着ありました。ね、こちらです。キャミソール、キャミソールなのかな？シースルーのオーガンジートップスになってます。はい。で、これもね、私ずーっと欲しかったんですよ。もうずーっとずーっと欲しくて、コツコツお金を貯めて買ったものになります。はい。で、これがですね、なんと、リサイクルされたポリエステルでできてるっていうことですね。しかも 100% で、すごくないですか？で、こんな感じ、ちょっとクシュクシュっとしたね、プリーズ加工がされてるんですけれども、後ろのところで、この肩紐のところ、長さを調節できるので、こんな感じで、胸上に合わせて、長いキャミソールみたいな感じで合わせてもいいし、胸下まで、この紐を伸ばすと、スカートとしてね、使えるので、まあ、デニムの上にスカートとして履いて、トップスはスウェットにしたりとか、ちょっとカジュアルなものを少しだけね、なんだろう、ドレッシーにというか、うん、可愛らしくしてくれるアイテムなので、やっと買えました。やっと買えました、これ。まあね、秋冬はこんな感じで、スタイリングしてもいいし、夏だったら本当にタンクトップに重ねて、まあ下ね、デニムだったりとか、でも可愛いと思うので、まあこれはね、本当に通年、ずっと季節関係なく使えるアイテムかなと思います。私はここの同じブランドのもう一個、本当に同じ色で、同じ素材でできたオーガンジーのねトップスがあるんですよ。それも本当に可愛くて、今それをもう一着ちょっと欲しくて狙ってます。はい、まあ洋服はこの4着ですねを、夏からこの秋にかけて、購入しました。割と買ってましたね。あんまり買ってないと思ったら割と買ってました。はい、ということでちょっとねこっからは小物系に行こうかなと思います。そしたらまず、ボディークリームから行きましょうか。はい、ボディークリームとハンドクリームですね。こちらです。はい、これがですね、ペダル&センチャっていう、この秋に、新登場したブランドさんです。このブランドさんがリリースされる時に、リリースのね、パーティーに行ってきたんですけれども、その時にこのハンドクリームをいただいて、もうつけた瞬間に、もう感動しすぎて、なんか、もうすっごいしっとりなのに、なんでこんなツルツルなのみたいな。私、職業柄、やっぱ冬って手荒れしちゃうんですね。なので、本当に今までたくさんのハンドクリーム使ってきたんですけれども、圧倒的に脳天ぶち抜かれた、ハンドクリームです。なので、ちょっと感動して、で、その場に、ボディクリームだったりとか、ハンドウォッシュだったりとかもあって、それをね、体験させてもらったんですけれども、このボディクリームも、私本当に感動しすぎて、自腹で、その場で購入しちゃいました。自分のとプレゼント用2個と、3つ。もう本当それぐらい、最初のタッチアップで、もう感動したアイテムですね。はい。で、このアイテムの特徴としては、最近、本当に流行ってるクレイ。粘土ですね。が、入っています。なので、しっかりミネラルが本当にたっぷり入っていて、保湿効果にも長けているっていうことで、本当にね、感じたことのないツルツル感を感じることができます。っていうのと、あとは、プラスで、まあ、香りが豊かな植物を合わせたっていうことで、天然由来成分の、コスメ。アイテムになっています。すごく本当にこのアイテム香りも良くて、私は2種類あるうちのちょっとウッディ系の香りのものを購入したんですけれども、香り物が大好きな私が実践する、いい香りなので、まだ本当に全然知られてないんじゃないかなっていうブランドさんなので、ぜひチェックしてみてください。うん。でもこれから絶対に流行ると思います。ペダル&センチャっていうブランドですね。はい。で、こっからちょっと香り物を紹介していきたいと思います。本当にね、いくつもいろんな香り物のね、リフューザーだったりオイルとか持ってるんですけれども、
もうこれは本当に一目惚れして買ってしまった、ディフューザーがこちらです。はい。これがですね、エレメンスっていうブランドの、ポタリーストーンディフューザー。はい。この石の形をしたディフューザーなんです。石なんですよ。っていうのも、拾い集めた、自然の石をかたどって作ったものになってるそうです。で、ここにですね、本当に、アロマオイル、数滴、垂らすと、すごくね、本当に優しく、じわーってこう、香ってくるようなディフューザーになっています。なので、まあ、お部屋全体に広がるかって言われると、バーって噴射したりするものじゃないので、そこまでの強さはないんですけれども、例えば、なんか寝室、寝る時の枕元とか、ちょっと離れたところに置いとくと、本当に優しく、ふわーって、香りが来るようなものなので、それと落ち着いた香りを出す場所だったりとかに置くのに、すごくおすすめです。はい。なので、まあ私は寝室に置いて使ってるんですけども、例えば洗面台だったりとか、トイレだったりとかに置いてもいいと思いますし、まあ本当にね、この見た目がなんとも、美しいというか、他にないデザインだなと思ったので、はい、買っちゃいました。っていうのと、もう一つ、これの専用の、アロマオイルですね。別のブランドのオイル使ってもいいっていうことだったんですけども、同じブランドのオイルが、まあ、浸透性だったりとか、この香り具合が、しっかりちゃんと出るっていうことだったので、まあ、同じブランドのオイルを買ってきました。で、水だったりとか、木とか、土、火とか、まあ、そういう、なんかエレメントに合わせた香りっていうのが出てるんですけども、まあ、私はその中の土のエレメントから、想起された香りっていうことで、ぬくばいっていう、オイルを買いました。で、このぬくばいですね。これは、柚子のちょっと甘酸っぱいような香りと、あとスパイシーな、ちょっとぬくもりのある感じの香りが、ミックスされたような香りになってます。パチパチパチってこう火がね、燃えた後の灰みたいな、すごくね、落ち着く香りになってます。はい。なので、まあ私は、このストーンに垂らして、寝室に置いているっていう感じですね。っていうことで、またね、新しいのを買っちゃったわけですね。自分のこう気分を上げるためのアイテムなので、まあ、何個あっても私はいいと思っているので、はい、うちに新しく仲間入りした、ディフューザーとアロマオイルです。で、香り物つながりでもう一個いくと、こちらです。これがバウムのルームスプレーになっています。で、バウム皆さん見たことあるんじゃないでしょうか。はい、私もね、ここ数年でよく見るようになったなと思うブランドなんですけれども、もう本当にパッケージもすごく可愛い、ブランドさんですね。はい。で、私はこれプレゼントでもらったんですけれども、私自身もすごい気になってたブランドなので、めちゃくちゃ嬉しかったです。で、このね、ルームスプレーなんですけれども、まあ、空間にスプレーするのはもちろんなんですが、リネンにもスプレーしていいっていうことなので、まあ、洋服にこう、香り付けにね、スプレーしたりもして、私は使っています。はい。で、このルームスプレーのコンセプトが、樹木の香りで一瞬にして森へ、心が整うルームスプレー。ということで、まあ、何個かこう香りが、分かれてるんですけれども、まあ、全部そういう木とか、森林っていうのを連想させるような香りになっています。はい。で、私がもらったのは、2番のフォレストエンブレイスっていうやつなんですけれども、これは3種類の香りの中で一番濃厚な、深みのある森の香りっていうことになっています。はい。深い静寂の森で瞑想する香りって書いてあります。そのウッディ系の香り私すごい好きなのと、ちょっとね、男性的な香りかなっていう感じがしました。うん、なんかこの辺って本当に表すのが難しいんだけど、まあ、気になった人は嗅いでみてください。とにかく私はすごくね、温かみのある、ちょっとね、まあ、女性的というか男性的というか、ユニセックスな香り。リネンにこうやってつけたりすると、なんだろう、こう、ギュッて抱きしめられてるような。ちょっとこう、ほっとする香りというかね。うん、に感じています。はい。で、私はまあ、空間にスプレーするってよりも、パジャマにつけたりとか、することが多いです。友人がくれたんですけれども、もう本当になんか私のことを考えて、私の好みに合わせていろいろ選んでくれたんだなって、すごくね、嬉しくなったプレゼント。
はい、バームのルームスプレーです。はい、こんな感じで最近の私のゲットしたものをご紹介していきました。いかがだったでしょうか。まあずっとね、あの夏終わりぐらいから紹介するって言ってね、あのなかなかできずにいたんですけれども、まあ、今回バッと、こんな感じでこの秋冬に向けて買ったものを紹介していきました。まあそれぞれね、本当に私は買ってよかったなと思うものたちばっかりなので、ぜひ気になったものがあればチェックしてみてくださいっていうのと、皆さんがね、この秋冬に向けて買ったものもぜひ教えてもらいたいなと思うので、何かね、おすすめがある人はぜひコメント欄に書いてみてください。またね、まあ、冬に向けていろんなものを買っていくと思うのでその時はまた一つの動画にして出そうと思います。そんな感じで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイー。